はい、酒好きな新潟人の石とは始めます。今回は、焼酎のね、ビール割りを飲んでみるという企画です。まあ、別に、いわゆるホッピーの、ホッピーのホッピーじゃないビールバージョンみたいな。ホッピーを使わずにビールで作ってみようって。焼酎は、好きやねん。これは金宮焼酎ですね。金宮焼酎。名前が違うパターンを適当に入れて、まあ、氷をね、一応ね、ホッピーは氷入れないんですけど、まあ、一応、割るっていうか、サワー的な意味で、ね、ちょっと入れるか。まあ、居酒屋とかだとね、ホッピーにね、氷入れてるみたいですね。本来は入れるのは邪道だっていうことなんですが、まあね、一応ね、個人的にホッピーには氷入れた方が美味しい気がするんですけど、それでは、ビールを注ぎ、アサヒスーパードライ。ね、注ぎ、ちょこっと、ステアして、完成！それでは乾杯！のんべえの飲み物。酒を酒で割るという。うわ、いや、あ、きつい、これはきつい。うわ、あ、悪くないと思ったけど、やっぱちょっと悪いな、なんかな。ちょっと焼酎の量が多すぎたか。こんな感じだ。カトよっちゃん。ちょっと焼酎が多いな。すげえ焼酎の味がする。でも、味自体は悪いんだけど、香りは結構いいね。案外あれだな。もうちょっとビール足せば。案外悪くない。ホッピーよか、さすが、生ビールだけあって。ホップな、麦芽のね、いい香りがする。やっぱ焼酎の味が強すぎるんだな。いかんせん、ちょっと。いかんせん、やっぱり。結構焼酎の味がダイレクトに来てる。まあ、
入れるならちょこっとだね。ほんのワンフィンガーぐらい、ワンショットぐらい入れて、見ると、焼酎ワンショットぐらい入れると、ぐらいが多分いいんじゃないかな。でもすごいところだとね、あの、ホッピーにね、あの、あの、ホッピーをですね、なんと、あの、こんぐらいホッピー入れて、あの、6割ぐらいホッピー入れる店があるらしい。ホッピーちゃう、間違えた、焼酎ね。ジョッキの、あの、6割ぐらいホッピーじゃねえ、焼酎入れて、あの、る店があるらしい。しかも、デッカジョッキの。デカジョッキのね。デカジョッキに、このジョッキの、ジョッキじゃねえ、これのタン、これタンブラーだけど、これの 1.5 倍ぐらいのジョッキに、6割ぐらい焼酎を入れて、ホッピー1本だけっていう店があるんですよ。らしいです。俺が最近よく見てる、女酒場、あの、四つ辺のね、女酒場、なんだっけ、放浪記だっけ、あれ見てるんですけど、あれが面白くてね。しかもあの、なんだっけ、倉本康子さんっていう人がすごい美人で、前もなんか言ったような気がするんだけど、その人がすっごい美人で、むちゃくちゃうまそうに飲むんだよ、ビールを。まずビールだ。まずその酒場に来て、酒場に来て、まず一杯目ビールなんですよ。とりあえず生っつって。その人が40歳ぐらいの、まあ割とすげえ、40には見えないぐらいのね、35歳ぐらいのね、若く見える人なんですけど、実際40歳とかって。らしくて、ものすごい若作りなんですけど、でね、すごいあの、セクシーな人で、そのくせめちゃくちゃね、あの、酒好きっていう、ギャップがすごい、うん、あれか。前飲みましたね。あの、いわゆる、この、焼酎のビール割りって、いわゆる、中国の爆弾酒。違う、中国じゃない、韓国か。これウイスキーにした。ウイスキー、ビールをウイスキーで割るっていう。逆だ。ビールをウイスキーで割るじゃなくて、ウイスキーをビールで割る。ので、メジャーな、あの、爆弾酒。のがあるんですけど。こういうグラスに、ショットグラスを中に入れた、あの、ウイスキーをこうやってポンって、コトンって入れるんですよ。で、ガーって飲む。昔俺やりましたね。うん。爆弾酒。
あんまり美味しくなかったけど。うん。あんまり美味しくない。こっちの方がまだうまい。うん。まだ美味しい。まあでもね、またね、関係ないけどね。ビールとか値上がりするらしいっすか。確か。確か値上がりするんだって。いつだっけ？忘れたけど。ああ。まあでも、焼酎のビール割り、四つ目にありますね。これやっぱシャリ金で飲むべきだろ。凍らせてさ、焼酎凍らせてさ、シャーベット状にしてから、飲んだ方がうまいかもしれない。あ、麦焼酎いいかもな、もしかしたら。あ、麦焼酎いいんじゃない？麦だから。麦に麦で。あれか。でも、ホッピーに麦焼酎美味しいよね。イチコ。イチコ美味しいです。イチコうまいです。結構美味しい。昔、2年前か3年前ぐらいにやったことがあるんですけど、いいちこと焼酎でね、いいちこと、ホッピーで作ってみたみたいな。いわゆる麦焼酎使って、ホッピーを作ってみると案外美味しい。でもこれがね、またね、麦焼酎にも結構いろいろあって、ほんのり、ほんと本格的な麦焼酎。ガチの高めのやつ、いわゆる値段が高いやつだと、あかんね。やっぱね、安いね、下町のナポレオンと言われる、イーチコ。イーチコじゃないと、イーチコが多分一番いいのか。なんかニコニコ動画に、イーチコで作ったら、うまいぞっていう。があったんで、まあですね、もう少しでもしょうがないんで、ね、札幌黒ラベルですね、勢いよく注いで、かき混ぜてもしょうがないので勢いよく注いで泡を立たせてですね、というところができるんです。かき混ぜないのが、ああ、この人はあれですね、氷入れてないですね。じゃあ俺はちょっとワンショットで。うん、ホッピーの方が美味しいね。間違いなく。普通に多分ホッピーの方が美味しい。とは思う。ワンショット入れて、ワンショット入れて、ビールはあっさりしたビールの方が絶対にこの場合合うと思いますね。プレモルですとか、エビスみたいな濃いめのビールよりかは、あっさりとした系のビールは絶対いいと思います。ものくそ。かなり強めですね。酔っ払いたい人向きですね。
まあ大体味でバレると思う。苦手な人には絶対進めちゃいけない。100% 味でバレると思う。まあでも女に飲ませて、まあっていうんだったら、まあ個人的にはやっぱりあれかな。高齢焼酎とかですね。あとはウォッカ。これでもウイスキーとかブランデー。ウォッカのあのオレンジジュース割り。高齢焼酎ですね。あれなんだっけ。スクリュードライバー。スクリュードライバーはあれですよ。すごい美味しい。飲みやすい。飲みやすい。女性を酔わせたいんだったらスクリュードライバーだな。俺は。多分。スクリュードライバーはうまい。うまいっていうか、甘さがある。なんていうかな。じゃあ、オレンジの、酸味がね、甘さを引き立ててんだよね。ウォッカって普通に飲むと、まあ甘いっちゃ甘いんだけど、まあ、ねっていう感じなんだよね。でも、オレンジジュースと一緒に飲むとね、に混ぜて飲むとね、すごい、ウォッカの甘さを引き立つんだよ。まあ、あとはあれか。コーク杯。ウイスキーコーク。これもおすすめでしょうね。まあ、基本、コーラ飲めない人間いないですから。まあ、それにウイスキー混ぜても、まあ、ぶっちゃけ大して、うん。あんまり変わんないっていうか、まあ、変わんないこともないんだけど。変わんないこともないんだけど、まあ割と飲める範囲内になるからね。ほんとどんなまずいウイスキーでも、コーラを混ぜてしまうと、ほんとに飲みやすくなるっていうか、もうコーラの味がすごいあれなんだよね。強烈すぎて。なんかほとんどコーラに混ぜるとね、マジでほんとにね、ゴミみたいなね、まずいし、なんで、ウイスキーでもね、いけちゃうって。だから、俺はまずいウイスキーは、もうガチのまずいやつは、もうマジで、本当にハイボールにもできないレベルのやつは、まあ、具体的に言うと、あそこにあるタラモアデューとかですね。まだ 100ml ぐらいしか飲んでないの。で瓶の中で。もうそこに横たわってますけど。タラモアで言うと、いわゆるあれ、アイリッシュウイスキーです。ああいうやつはもうコカ・コーラで割ると、バッチグ。っていう。うん。こんぐらいのタンブラーだと、やっぱワンショット、焼酎入れるのがぴったりかもね。うん。ああ、飲みやすい。うん。で、まあ、これ氷入れてあるからあれだけど。氷入れないんだったらこれは、まあ、ツーショットくらいかワンショット。とりあえず味見て、最初に味見る感じでワンショットやっていけるかなと思ったらツーショットくらい入れてみるのもいいかもしれないですね。多分そんな感じで、多分こんぐらいのタンブラーだったら。うん。程よくこの焼酎の味と混ざって。うん。案外美味しい。俺いつもっていうか、まあ、いつもではないけど、まあ、瓶ビールって、まあこれ大瓶なんですけど、まあ、大体飲むと大体2本ぐらいは飲むんですよ。2本ぐらいでまあやめるんですけど。もうなんでやめるかっていうと大体腹いっぱいでやめるんですよね。
まだいけるんだけど、腹がいっぱいすぎて、もう飲めないっていうパターン。ビールはこれなんです。結局酔うっていうより、まあ、もう腹いっぱいで飲めませんよっていう感じ。まあ基本すきっぱらで飲むんですけど、それでもやっぱ2本ぐらいでもう、あーってなる。3本はもう飲んだら、飲めないね。OB 3本飲んだらもう飲めない。もう酔うとかのじゃなくてもう、酔いはまあそれなりにあるんですけど、もう飲めない。腹がいっぱい。っていうパターン。だからね、うん、だからすごいのはね、関係ないんだけどね。俺の、まあ、生放送、ニコ生でね、いたんですけど、そういう、すごい人がいまして。まあ、もう名前音とかわかんないんですけど。毎日ね、500ml の缶の、エビスだっけ？スーパードライだっけな？忘れたけど。ビールを、6缶セットのやつあるでしょ。あれの 500ml を毎日買って飲んでる人がいるんですよ。だから合計3リッター飲んでるんですよね。どんだけって？俺、ビール飲めても3リッターは飲めない。3本で、これ、633ml のこれ3本でもう、いいな。633、1.8 リットルか 1.9 リッターぐらい。でもギブです。うん。3リッター無理。絶対飲めない。うん。まあ無理です。もう腹いっぱいっていう上に、さらに、もう3リッターとかの問題で2リッターも飲んだら、もう、ベロンベロンですから、もうどうしようもないんで、飲めない。だからもうその人にはもう、感服するというよりはもう、すごいなと思うのはもう金があることです。これか。こっちじゃないな。こっちか。金があるなと。お前ニコ生やってながら金あんなという感じです。本当に。確か、エビスじゃなかったかな。まあ、エビスじゃなかったとしても、まあ、500ml のビールって大体、まあ、200、安くて250円。うん。かな。うん、250円ぐらいします。250円？いや、それはちょっと安すぎか。300円ぐらいするか。え、じゃあね、あれだよな。500ml でしょ？この633で300円ぐらいだね、これ。これ1本300円ぐらいだから。だいたいね、容量の半分以下だったらだいたい安い。っていうことを考えると、でも、270円ぐらいするか。1本270円ぐらいするな。500ml で250円だったらかなり安いですね。いや、270円ぐらいする。それが、6本で毎日飲んでるっつうから、やばい、だいぶ酔いが回ってきたな。あ、これすごい。一瓶の、まだ飲んでないのに。こんなに俺結構酔ってるわ。すごいな。あ、これあれかも。焼酎俺いっぱいあるからさ。4リッターのやつね、俺2本あるの、今。4リッターの焼酎が、まあ2本って言っても、まあ、中身で考えると、まあ1本ぐらいか。1本ぐらいあるから。安いからね。
あ、これは、あ、いいかもな。酔うのにいいかもな、これな。やばいな、ちょっと。ちょっとハマったかもしんない。270円×6だから、俺のスーパーの頭で行くと、170円ぐらいか。ん？え？何言ってるの？ん？ 170?1700円。1700円ぐらいするな。ん？ 1700、1680円ぐらいか。多分。6、250円だと仮定して、1、2、3、4、5、6だから。1000、え ?1、2、3、4、5、6、1700、お？うん。まあ、6本だから1700円ぐらいするわ。ちょっと電卓で使ってみるか。電卓で、いくらだっけ ?270 円、1本270円だと仮定して、6本入れから。1620円。うわ、頭悪いな、俺。1620円、1700円とか抜かしてる。頭悪っ。1620円です。だから1日1620円使ってるんですよ。毎日酒に。まあ、普通に考えてみ。毎日1620円だぞ。酒で。まあ、30日お前。4万5000円以上使ってる。計算だな。5万近く使ってる。恐ろしい。恐ろしい化け物だ。ん？え？ちょっと待て。今なんて言った俺。1620円だろ。1620円かける30日。ああ、当てた。あぶね。あぶね。わけわからんこと言ってるわ、と思った。自分が。48,600 円。一ヶ月48,600円酒に使ってんの？おい。もったいないと思わないかい？俺だったらまあ別にまあいいけどね。別に。そんだけビール好きだってことです。ただ、俺だったら48,600円あったらまあ、まあ、ビール半分。違う。まず、ウイスキーだな。まあ、ウイスキーの、って言っても、ボーマーで換算してもあれだもんな。48,600円も1ヶ月に使えたら、もうやばいね。ボーマーの何年物を買えるんだ、あれ。何年物をもう、20年ものぐらい買えるんじゃないかな。まあ、とりあえず、タリスカーか、あれ、ラガブーリン買うわ。ラガブーリンのね、20年ものもぐらい買うわ。うん。で、買って、とりあえず、24000円分ぐらい、半分の値段を、とりあえず、ウイスキーで使って、で、残り半分を、まあ、難しいね。2万4000円もビール使って何に使うんだよっていう話なんだよ。
そんなにビール好きだけど、そこまで飲まねえからな。だってお前、ビールのお前、ワンケース、大瓶ワンケースで、6000円ぐらいでしょ。1本300円ぐらいだもん。6000円だわ。24000円も何に使うんだよ、お前。ビールそんなに1ヶ月で飲めないぞ、そんな。無理だ。もう無理。もうとりあえずもうバカみたいに高いウイスキーを、もう4万ぐらいのウイスキーをあれ買って、1本だけ買って、ね。ワンボトル買って、あと、ワンケースの、ビール。まあ、エビスだな。エビス買って終わり。ってなるね。俺だったね。ということで、もうめっちゃ日に焼けてなんか色が褪せてる。大分麦焼酎、二階堂。残りこんだけです。ちょっとこれで割って飲んでみます。うわ、やばい。これ酔っ払うとね、しゃっくりが出る。なんでなんだろうね、これね。わかんない。俺もわかんない。なんかしゃっくり出るんだよね、酔っ払うとね。わかる人いるかな？しゃっくり出るんだよな。なんでなんですかね。人間って不思議だね。本当に。本当に不思議です。ああ、でもまあ、あれですね。まあ、ウイスキー。うん、まあいいか。そんなに高いウイスキー買っても多分俺の舌ではもう、多分もうわからんだろう。だから1ヶ月4万8000円も酒に使うっていう、まあ俺だって酒に使ってるの最近少なくなったけど、前は本当にむちゃくちゃ使ってたかな。1ヶ月1万ぐらい使ってたからね。1ヶ月1万でもむちゃくちゃ使ってるレベルなんですよ。でウイスキーに限って言うとね、本当にね、安いんですよね、ウイスキーって。本当1ヶ月に、2ボトルぐらいしか多分消費しようとしてもできない。まあ、頑張って1ボトルぐらい。かな。だいたいハイボールにして飲むんで、1ボトルか2ボトルあればいけるんで、まあ、安いやつだったら、ウイスキーだったら 1本1000円ですから、2000円でこと足りるんですよね。うん。だから4万8000円でお前5分の1なんだよな。1ヶ月1万使っても5分の1なんだよな。本当に昔はめっちゃ使ってたかな、ウイスキー。もう買いすぎてだからもう溜まって溜まってもう溜まりまくりの、溜まりまくりングなんですよ。だから今消費してる最中。じゃ、乾杯。ああ。あ、やっぱだいぶコクが違うね。ああ。ああ、やっぱこっちの方が確かにコクがすごいあるな。麦焼酎って言うとやっぱ、高いので言うとあれか。伝説の、俺の一番大好きなアーティストの、まあもう解散しちゃったんですけど。ね、ガーネット・クロアのね、名曲でもある。100年の孤独。あれ今度飲んでみたいな。今度買ってみたいけど、プレミア価格で1万ぐらいするんだよね、あれね。ワンボトルね。ワンボトル1万ぐらいするんですよ。だからもうこの際、4万8000円あったらもう、芋焼酎の森伊蔵を買って、
森伊蔵買って、魔王買って、百年の孤独買って、あと何買おうかな。ウイスキーの、響き、響きはいいか。とりあえずそこら辺は、焼酎の三大焼酎と言われた、森伊蔵、魔王、百年の孤独。これを制覇したいね。まあ余裕だけどね。4万8000もあればもう余裕で買えるからね。1万1万1万で考えてももう3万で足りるわね。だいたい森伊蔵は1万。しないな。森伊蔵フルボトルだと、あれいくらだ。まあ1万はしないとは思うけど。いや、するのか。森伊蔵1万ぐらいするか。ああ、わからん。8000ぐらいで買えるかもしん。いや、結構安いんじゃなかったかな。魔王がね、6000円ぐらいなんだよ。確か。で、多分、森伊蔵8000円ぐらいなんだよね。100年の孤独が1万ぐらいなんだよ。いや、同じ、森伊蔵と同じ8000円ぐらいだった気がするんだよな。ヤフオクとかだと、そんなぐらいだと思うんですけど。わかんないけどね。まあ、とりあえず死ぬまでにこの3つは飲んでもおきたいね。100%。3つはこの、俺の中で、芋焼酎というか焼酎で、本当に飲んでおきたいのは多分、やっぱり芋焼酎の森伊蔵と魔王なんですよね。まあ、100年の孤独は多分、麦焼酎ってやっぱり結構、って感じが、そんなに麦焼酎って好きじゃないんだよな。癖がないっていうか、まあ、麦焼酎ってなんか、まあ、だいたい麦ってそんな食ったことないからね。食ったことないんで、芋焼酎の芋だったら食ったことあるわけじゃないですか。じゃああなた麦って食べたことありますかっていう話。米なら食ったことあるけど、麦って食ったことなくないかって。ね？ふかして食ったことある麦って。ないでしょ。だからあんまり味の想像がつかないんだよね。だからどんな味するのかって生で食ったことないから。生っていうか、ふかして食ったことないっていうか、芋だと大体、まあ、何の芋か知らんけど、大体さつまいもでしょ？芋って。芋焼酎って。さつまいもはふかして食ったことは腐るほどあるからね。まあ、焼き芋とかね。焼いて食ったこともあるしね。当然ね。麦って焼いて食ったことなくねって。だからどういう味なのかいまいちわかんない。そんなにやっぱり結局、思い入れがないからね。どんな味かっていうのがいまいちわからないんでしょ。どんな味かわかんなきゃ、結局、酒飲んでも、ああ、すごいわ、とは思えないんですよ。逆に芋焼酎って本当に身近なね、さつまいもが原料ですから。あ、すげえさつまいもの味するわってなるんですけど。確かに麦焼酎で割っても美味しいな、これ。これはちょっと、あれや。いや、確かに、麦焼酎で割った方が自然ではある。すごい、なんかスッと入ってくるね。これはちょっと麦焼酎。麦焼酎のビール割り結構美味しいぞ、これ。二階堂。多分二階堂よか。でも二階堂も結構安いしね。まあ、イチコの方が安いけど。二階堂は、
まあ、二階堂やっぱな、あの、いいチコよりはやっぱりちょっと、コクとかがあるかもね。うん。でも、やっぱり、いちこじゃない？いちこは、割とに、芋焼酎じゃねえ、麦焼酎だと結構、その、香類焼酎と麦焼酎の中間ぐらいの感覚なんだよね。味がね。だから、両方のこう、合わせ持ったこの味がね、両方の良さを持ってるから。まあ、二階堂は、麦焼酎としては美味しいんだよ、確かに。まあ、言うて俺、麦焼酎は本当に大して飲んだことないからな。一番高いので、この二階堂ぐらいしか飲んだことないんで。本当に麦焼酎は本当に、美味しいと思えないっていうこともないけど。まあ、別に大して美味しくもねえなっていうレベルなんであんまり好きでもないんですよね。嫌いでもないんだけど好きでもない。まあ、かといって芋焼酎をビールで割るわけにいかないんですよ。味がやっぱり、芋焼酎の味がやっぱり、麦、ビールとはね、やっぱね、どう考えても合わないだろうっていう感じなんですよ、ね。どう見ても、ね。だから、まあ、まあ、いちこだろうな。これ多分な。いちこ今手元にないけどね。いちこじゃないっすかね。多分一番美味しいのはいちこ。でも結構二階堂もうまい。うん。多分、金宮やか二階堂の方が美味しい。割ったらやっぱ麦焼酎割った方が多分。うん、ビールうまいな、多分な。ビールは麦焼酎で割った方が美味しいわ。これは。うん。という結論が出ました。うん。まあ。ね、一本、ビール一本、空にしたぐらいで酔えるっていう意味で、もう、焼酎をこう、ちょこちょこっと足して、ちょこっとワンショット、ツーショットぐらいで足して、見るのも案外、おつかもしんないですね。これはね。うん。ということでご視聴ありがとうございました。